つばめさんからご依頼の、ゲームオブスローンズですね。こちらのアニバーサリーを2つずつ、5日に分けて1ケースをということで、3日目になります。はい。でちょうどこの箱の上に、はい、ケースのおまけカードですね。スターク家です。こちらが入ってました。はい、こちらここに置いておきますね。いいかな。はい、じゃあ行きます。3日目ですのでね、5箱目と6箱目ということです。さあ、初日にいきなりホームランが出ちゃったので、この後どうなんだろうと思いますが、まあスケッチカードとかもありますしね。うん、あとデュアルもまだ出てないので、デュアルもありますから、枠的にはね。ただやっぱりその管理がね、デュアルオートがケース2とかそういう管理の仕方じゃなくて、まあどっちかというと結構適当なんですよね、ペンハウスさんって。まあそれがいいんでしょうけどね。運で散らばるから。そっち系です。はい、まず大カットですね。で、これアップデートのレギュラー。金パラ、お父さん、キュッキュ。スリーブ入ってんのは、はい、鉄板インサートですね。はい、ロバート、バラシュ。うん、もうちょっと管理者ね、管理職の人間増やした方が会社としては成り立ったんじゃないかな。ちょっと管理職少なかったよねっていう、うん、はい、サインですね。うん、カラスの一人、ちょっと何人かいますよね。ラストさん、ラストってカラスもいた。ちょっとあんまり分かんないですね。うん、役名があるってことですからね。うん、ね、ナイトウォッチ。あ、このサインはデュアルかな。デュアルっぽいかな。あ、ワンワン。ワンマンと誰だろう。お月か。あ、なるほど。はい、ワンマンとお月ね。うん、はい。そっか、このカースターク、そっか、そうだね。うん、ワンマンくん、はい、丁寧に書いてますね。うん、まあワンマンくん下ですよ、最後ね。ちょっといい加減。はい、デュアル来ました。デュアルはこの今日のね、日中に1ケース開けたんですけど、2枚デュアルが出たので、ただまあレア度での管理だと思いますのでね、199ですね。なんとも言えないですけどね。ナイトウォッチの、ね、サインとデュアルオートですね。で、うん、ブロンのね、ドラゴンいるところですね。
だからデナーリスは多分ブロム見た瞬間にデュラカリスしちゃうでしょうね、多分ね。何財務大臣やってんだよみたいなそんな感じだと思いますけどね。はい、ということで、まあデュアル出たので、うん、まあね、ダーリオもいい役者さんですけど、いい役でしたけど、はい、デュアルも行こうか。はい、でこれが6箱目になります。まあサインのね、まあスケア以上ですよね、これ多分 7枚限定でしょ、多分デナーリスより少ないでしょ多分。今回ショーン・ビーンはどうなんだろう、少ない方積もっちゃったら申し訳ないですデナーリスでいいのにね。いやそんなもんですよ店長ね、あのよく PB されてるお客さんから。レアの方積もっちゃうんですよね店長はい、アップデート。インサートっすね、ユーロンだねえ、もう怖くとっすよね。最後でも1対1でね、差しで勝負したのはそこはね、評価すべきところかなとは思いますけどね。はい、99ですね、ゴールド。はい、書き込み入りオート、誰だ、あー、はい、ロバートですね。王様としてはすごい豪快でいいんですけど、まあちょっと管理行き届かなかったかなっていう、ちょっと勢いで王様になっちゃったかも、ロバートさんはあったよねっていう、うん、であと、スタークに丸投げしてたよね管理をみたいなね、それは管理しきられなくなっちゃうわみたいなね、うん、そう考えるとあのラニスター家のようなこうね、ちゃんと分布人数増やして管理職増やして祭りごとやりましょうっていう方のが管理は届くのかなとは思いますね。はい、では書き込み入ること2枚目だ。どこに出てた全くわからない。え、どこに出てました、ポール・ベントリーさん、ハイセプトン、どこにいた、どの辺にいましたはいね、まあロバートさんの方でしょうねこの箱は。よいしょ、書き込み入りが2枚出ました。でインサートですね。あと変わった鉄板があるんですけど、それまだ出てないですね。うん、普通の鉄板ですね、サージョラ。ブロンズですね、まだね、手がある頃のはい、ということで一応ねサインを入れておきます。はい、デュアルが出てね、ロバート、キングロバート、バラシオンね、バラシオン家だったんですよね。
とはね、まあ王様についちゃおうかみたいなね、あ椅子空いてたっていうちょっと状況で王座に座っちゃったようなもんですけどね、流れ的にね、うん、やっぱバラシ恩恵でしょみたいな、そんな感じだと思います。はい、でも管理がちょっと行き届かなくなっちゃってね、はい、まあよくあるパターンです。はい、じゃあポーカーね、店長4連敗中です。はい、あと2枚ありますんで、はい、じゃあツバメさんは5連勝を目指すということですね。はい、押します。1 2 3 8のワンペア、うん、5連勝十分ありえます。1 2 3あ、ほんと5連敗です店長はい、5連勝です。おめでとうございます。レブロンのもう次も用意してレブロンの88枚限定です。はい、で6箱目の分、1 2 3あ、ようやくノーハンドですね。はい、でも5連勝はすごいですよ。はい、でこれまあ明日っていうかね、動画的には明日ですけど、はい、ということでね、レブロンの88もうこっちに置いていきます。はい、でデュアルが1枚出て、でロバート、キングロバートっていう感じでしたね。はい、ありがとうございました。また明日よろしく。